はいこんにちはレトスのおのです9月16日の3問に入っていきます異なる慣習がある場合を除き境界線から 1m 未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設けるものは目隠しをつけなければならない丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えはこれ丸ですね え境界線から1メートル未満の範囲の距離でえ他人の宅地を見通すことができる窓を設置する場合、目隠しが必要です。よって、え本問は正しいってことですね、まあ。目隠しってどんなものかっていうと、例えば曇りガラスみたいなイメージです。で対比してちょっと覚えていただきたいのが、え建物を建てる場合は、境界線から50センチ以上離さないといけないっていうルールありましたよね。まあ、これ法令上の制限ですね、まあ。建築基準法の部分なんですけども。 この内容と引っ掛ける問題なので、ここの二つはちゃんと対比し頭に入れておきましょう。で、問いにですね、宅建業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅建業者は遅滞な,なく免許証を返納しなければならない、マルかツかという問題です。え答えはツですねえ。有効期間が満了したとしても、免許証を返納する義務ありません。 で、免許証を返納しなければいけないのはどういった場合かっていうと、廃業した場合、または心身故障を理由に免許取り消しとなった場合、などなどです。なので、この部分っていうのは対比して、しっかり頭に入れておきましょう。まあ、超重要ポイントです。では、問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において行われる切り土であって、当該切り戸をする土地の面積が600平米。 かつ、高さ1.5メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。丸かツかという問題ですで。答えは、これ丸ですね。切り道する面積が500平米を超えているので、知事の許可は必要となってきます。宅地造成等工事規制区域内において、下記いずれかに該当する場合、知事の許可が必要です。一つ目。 霧道もしくは森土をする面積が500平米を超える場合。二つ目、霧道をして高さ2メートルを超える崖を生じる場合。三つ目、森戸をして高さ1メートルを超える崖を生じる場合で。今回は1ですね。600平米なので500平米を超えています。なので知事の許可が必要ということになります。で、ちなみに今回は2番これ見出していないですよね。 満たしていないんですけども、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なんですね。この点は注意をしておきましょう。これは基本問題なんで絶対解けるようにしていただければと思います。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、 こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。